SBS ラジオ超ド S、 今聞きたい静岡の100人。 SBS ラジオでは今を超えようとチャレンジを続ける静岡ゆかりの人々100人のメッセージをラジオから発信しようということで、広く推薦をいただきまして、今聞きたい静岡の100人の選出を行ってきました。この時間は7時29分になるところですけれども、気になる話題を取り上げる情報3枚よろしいのコーナーの中で、静岡の100人の中のお一人、伊東出身の政治評論家森田実さんに伺っていきます。伊勢志摩サミット、オバマ大統領の広島訪問、そして安倍総理は来年4月の消費税率の引き上げを2019年10月まで2年半再延期する方針を今日表明する見通しです。今後の日本を左右する分岐点になるかもしれない日ですね。今日は通常国会会期末。今日は森田さんに現在の政治状況、またもう少し未来のことですね、政治家が、そして私たちが心に刻んでおかなければならないことなどもお話しいただきたいと思います。森田さん、お待たせしました、はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、大事なニュースがあった1週間だと思います。はい。まずオバマ大統領の広島訪問の意義、演説の中身、これは森田さんどう受け止められましたか？これはですね、アメリカ大統領としての初めての広島訪問です。はい。オバマ大統領が非常に真面目な態度をとってですね、黙祷をすると、はい、被爆者の人たちとも会うと、立ち会うと、はい、いうようなことでですね、好感を持って迎えられたわけですけれども、私が政治的なものの見方をするもんですからね、はい、やはり原爆投下について、もちろんオバマ大統領が謝罪できるような力はありませんけれども、アメリカとしてですね、あれだけの非人間的な行動について、謝罪を求めるというのをやめちゃいけないと思うんですね。誰か一人が一人でもですね、有力な政治家はやはり発言していくべきだったんじゃないですかね。日本人全体がアメリカが戦争を終了させるために原爆は必要だったっていう論理を変えてないわけですね。なるほど。そんなことはですね、許されることじゃないと、何十万という人間を一瞬にですね、命を奪ってしまうような非人道的な行為は許されないという姿勢を誰か一人取ってもらいたかった。マスコミでは報道されませんでしたが、はい、亀井静香氏はですね、はい、少し前に講演しま、27日に講演しましてね、謝罪は要求すべきであるというように言っておりますが、与党の中にもうちょっと勇気のある人間がいてほしかったなと思いますね。亀井さん、広島県出身ということでね、その温度というのもあったんでしょうね。はい。さあ、消費税の再延期の話です。はい。これがどうなのかということですが、税の問題はですね、はい、1970年代にスタグフレーションが起こりましてね、石油費から、はい、資本主義が危機に立ちまして、はい、日本も危機に立ちまして、消費税を導入していこうということになったんですけれども、それ以来政治の中心問題なんですね、はい、それでその民主党の野田内閣の時に10% にしましょうと、2段階で、はい、ということをその主導しまして、自民党公明党と合意しまして、ね、はい、いわゆる三党合意でやったんですが、安倍さんになってから、この縛りから安倍さんは逃れたいわけですよね。ですから、8% は否定できなかったんですけれども、はい、10% にするのを延期したと。はい、しかし一遍だけの延期じゃなくて、今度2度目延期したと。そうなんですよ、ね、ところがその段階になると、もう野党側もですね、延期論になりまして、はい、大体2年で、足並みを揃えた、うん、そしたら安倍さんは2年半と言ってきたと。そうですね。いうことでですね、政策上の最大の争点になるべき消費税で、与野党の差がなくなったんですね。そうなんですよ。従いまして、参議院選挙という、もう非常に時代の変わり目における重要な選挙ですよ。7月10日に行われると思いますけれどもね、はい、このテーマから消費税が外れましてね、
ですから安倍政治そのものをどう評価するかという選挙になったんですね、はい、なるほど。で安倍政治っていうのはちょっと捉えどころがなくてですね、あの国民にとっては分かりにくい政治ですよね、はい、あの野党としてはアベノミクスは破綻したんだと、そうですね、立憲主義指定の政治はダメなんだと、うん、憲法改正は許さないと、はい、ごまかしの政治じゃないかという批判をしてるんですけれども、まあ、捉えどころない安倍政治を野党が捕まえてですね、うん、その大きな変動を作り出すことができるかどうか、安倍政治の評価が問われているのが今度の参議院選挙ですね、はい、その自民党だって民進党だって増税延期っていうね、そういう方針に変わりはないという中で、はい、では何が争点になってくる、何が注目ポイントでしょう。ですから、増税の問題が、消費税の問題が争点ではなくなりましたから、はい、安倍政治全体になるわけですね、はい、そうすると安倍政治が行おうとしているところのまず第一にアベノミックス、そうですね、これはですね、まあ、成果を上げているのか失敗したのか、この問題が与野党の第一の争点ですね。もう一つは安全保障政策がこれでいいのかと、そうですね、憲法無視でいいのかというのを野党は主張しているんですが、うん、はい、まあ、与党の方はちょっとのらりくらりというようなところがありましてね、うんうん、野党が捕まえることができるかどうかですね、あ、はい、野党統一候補、はい、これかなり、一人区でですね、はい、一騎打ちの構図に持ち込んでますよね。これが注目点なんです、大体の、はいはい、つまり野党は追い詰められておりますから、32の一人区において候補者を一人に絞ろうと、はい、ということでですね、ただ野党の中には大阪維新の会のように安倍政権支持の野党もありますから、はい、完全に一本化できるとは思いませんけれども、うん、安倍政治批判勢力は一本化できるわけですから、はい、これは注目点ですよ、うん、32の一人区において、はい、自民党がどれだけ勝てるのか、野党がどれだけ勝てるのか、これによってですね、もう参議院選挙後の政局政治が決まっていくと言ってもいいと思いますね、はい、ダブル選挙の可能性はまだあるんでしょうかね。これはですね、もうないと思います、ね、もうない、はい、というのはですね、やっぱり熊本自身をそのままにしておいてですよ、はい、まだ肩がついてない、揺れてる時にですね、選挙をやるっていうようなことは、うん、これはできないと思います、はい、やったらものすごい批判が起こると思うんですよ、はい、それとそれ以上にね、安倍さんはもうすでに選挙をやってますが、この衆議院議員の任期は4年なんですよね、はい、今度は2年でやっているわけですよ。そうですね、今度は1年半でやるんです、あ、はい、そうすると憲法で規定された衆議院議員の任期4年をですね、うん、安倍さんがどん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 自分勝手にですね縮小していくってことになるわけです、はい、ですから衆議院議員が安倍さん その早期解散論に対して苦情を言わないっていうのが日本の政治のもう非常な問題点なんですね。ここも憲法をないがしろ、言わずにですね、黙ってついてってると、うん、これ大人しすぎますよね。政治家はやっぱり自分の意見を持って発言しないといけないのに、もう4年の任期を2年に縮小されても黙ってる、うん、今度は1年半に縮小されるかもしれないのにもまた沈黙をしてる、なんてだらしのない政治家なんだと、うん、ということはね、議論されるべきだと思いますよ。なるほどね、解散は総理の専権事項と言われますけれども、そこを尊重しすぎて4年という任期をないがしろにしているっていうところをちゃんとつかなきゃいけないじゃないかと、ね、どうです、衆議院議員自身が大騒ぎすべきことですよ、うんうん、はい、それから総理大臣の専権事項っていうのは憲法にもどこにもないんですね。ほうほうほう、勝手に作り上げているわけですよ、はい、内閣の解散権はですね、憲法69条にあるんですけれども、はい、それも不信任案が可決された時ですからね、うんうん、総理大臣が勝手にその総選挙を解散してやっていいなんていうのはどこにもないんですよ、はい、そのないことをみんなが信じて、うんうん、それでその専権事項と言ってる今の日本の政治のこうなんか無原則、
ほう、これこそねやっぱり議論してほしいなと思いますね、うん、その長年日本の政治を見てきた森田さん、政治家に今求めること、あるいは我々市民がその視点として持っておかないといけないこと、このあたりのご提言をいただきたいんですね。我々はね、言葉とかですね、与党の、まあ、政党の行うところの宣伝とか、はい、これに左右されない見識を持つべきだと思いますね、はい、つまり人を見るべきだと思います。ほうほう、今東京都民は松戸井知事をその選んだことをみんな後悔してますよ、はい、こんなにだらしのない人間だったのかと、こんなその倫理がない人間だったのかと、はい、言うんでもうがっくりしてますね。学歴だとかうまい言葉だとかにごまかされたわけですね、うん、で政治家にはそういう性格を持ってる人かなり出てきてますよ、はい、だから政治家にですねしっかりとした政治道義を求めたいと、道義、人を見て投票しようと、うん、いうことですね。真面目な政治家を選んでこうということだと思います。いや来月もう選挙ですから、はい、その見抜くポイントを森田さんに教えていただきたいんですよね。あのねやっぱり人を見る目を我々はね養ってね、うん、この男は嘘を平気でつく男かと、人をごまかす男かと、うん、そうでないか、誠実と謙虚を貫く男かと、はい、誠実と謙虚と一生懸命の政治家をね、うん、選びたいですね。なるほど、こう耳当たりのいい政策ばかりを並べている人、これ実現すればそれは素晴らしいけれども、その実現の何ですかね、親身っていうんですかね、そういうところを見抜きたいですね。そうです、反面教師がですね増田東京都知事ですよ、はい、こんなだらしのないね都知事を選んだことをみんな後悔してますから、はい、そういう失敗を、はい、失敗というのかな、選んだ反省を心に刻みながらまたね選挙に市民は臨んでいかないといけないんでしょう。悔いのない選挙を行いたいということですね、はい、森田さんどうもありがとうございました。はい、はい、どうもありがとう。 SBS ラジオを選んだ今聞きたい静岡の100人、今朝は伊東出身の政治評論家森田実さんにお話を伺いました。情報三枚おろしのコーナーでした。7時41分になるところです。